どうも、極太ダイナマイト、コウスケです。こんにちは。今回はですね、はい、アインシュタインが認めた天才、ジョン・フォン・ノイマンご紹介していきます。よっ、存じ上げません。これやばいです。今回ご紹介するノイマン。なんかまあ天才っていうあれですと、うん、まあテスラを思い浮かべますけどね。あの電球を開発した人っていう、うん、本当はエジソンじゃなくてテスラなんだよね。とか言うよね。交流電流とかね。そうそうそう。今回はですね、うん、もっと上です。もっと上。はい。IQ300。なんだそれ。だって100が普通の人だよね。そうか。バケモンすぎ。例えば IQ300。 IQ300、 はい。アインシュタインは彼のことをこう呼びました。世界一の天才と。一番俺らが当てはまる天才が思う天才だもん。そういうことだよね。ノイマンは頭が良すぎるあまりですね、火星人とか人のふりをした悪魔と呼ばれています。本当にやばいんですよ。人のふりをした悪魔、うん、すごいっすね。ノイマンがこの世に誕生したことによってですね、今現在たくさんの人が助けられてます。ああ。一方で一瞬にしてたくさんの人が死んだっていう事例もあります。だから悪魔って言われてるんだ。そういうことだね。なるほど。まあじゃあ早速やっていきましょう。おっと、その前に皆さん、ディズニー見てみた。コメント、高評価、そしてスーパーサンクスよろしくお願いします。お願いします。正直スーパーサンクス投げたことがない人はどう思いますか。多分 IQ が低いんだろうなって、かわいそうな人だなと思ってます。なるほど。早速やっていきましょう。どうぞ。今回はですね、マジで強気の高一、初めてです。フェイクです。フェイクなんかい。毎年ですこの全速で理解できるなら、大学8年から大学8年から生徒いただきたいとチャンネル見てんだから。解明する確率は2分の1です。言えよ見解を。神はサイコロを振らない。今回ご紹介するジョン・フォン・ノイマン、はい、この方です。見たことある。あ、見たことある。まあ、それぐらい有名な人だから。あれ1903年ハンガリーの首都ブダペストでですね、3人兄弟の長男として生まれたのがこのジョン・フォン・ノイマンです、うん、幼い頃からですね、父親による英才教育を受けまして、うん、特にラテン語とギリシャ語の才能があったっていう、うん、6歳の時にですね、うん、父親ととある言語を使ってジョークを言い合ってました、うん、その言語っていうのが紀元前8世紀から6世紀頃に使われていた古代ギリシャ語だったと。難しいって言われてるよね、古代ギリシャ語って。古代ギリシャ語やばいよね。すごいな、うん、何千年も前のものでジョークを言い合っていた。まあ親父もやばいだろ。親父もやばいなことなんだけど。すごいな。6歳の時にですね、8桁かける8桁の掛け算と割り算をできたと。もう出た。何なんそれ、何でできんのね。俺以外にもできるやついたんだって。なんでできんだよ。やめろこんな YouTube 撮ってる。お前もっとなんか素晴らしい職業がある。6歳の時にノイマンはとあるゲームにハマってました、うん、それが大人に電話帳をもらって指定されたページを暗記するんですよ。で564ページの8行目の電話番号はって聞かれて7848827みたいな。こいつはね、今 YouTuber でも成功します。何の分野においても、何の分野においても成功するこいつ。いや、それ6歳でやってたのやばいよ、ね、バケモンすぎ。こういうの映像記憶って言うんですけど、はい、こういう能力を持っていたと。そして8歳の時に微分積分をものにしてました。なるほど。8歳のノイマン少年はですね、全44巻ある世界史っていう歴史書を読むんですよ、はい、これをですね、彼は一言一句間違えずに暗唱することができました。すごいね、バケモン。スラスラ入ってくんだろうね。ね、全部覚えちゃう天才なんだよね。俺あれだよ、なんかスマホとかのさ、なんかログインするときにさ、6桁の認証コードができましたみたいなあるじゃん。あれたまにこうパッと見て、ああ、俺、あれってなる。いやでもね、うん、俺も危うい。あるよね、あるよね、みんなもこれ。あれ読んだっけみたいな。最近なんかさ、勝手に出てきてポチって押すだけだ。ああ、そうだよね。あれ楽になったよね、そうだね。8歳で彼はですね、うん、ハンガリーの学校に入学しました、うん、その時に友人ウィグナーっていう友達ができたのよ、はいはい、で、このですね、ウィグナーは後にノーベル物理学賞を受賞するんだけど、友達も天才だったんですね。で、ウィグナーは、いやー、私の周りで天才と呼べるのはノイマンだけですねっていうふうに言ってね。へえ。だって自身が取っちゃってるからね、その人も天才だけど。そうそう、天才の友達が言う天才っていう、うん、天才の中の天才ってことなんですよね、うん、1921年からブダペスト大学の大学院で数学を学び始めました、うん、で非常に優秀な成績を残してたんだけど、うん、学んでたっていう表現は大間違いで、彼は授業を欠席してたんですよ、うん、なんでかっていうと、ブダペスト大学だけじゃなくてベルリン大学とチューリヒ工科大学にも在籍してて、3つの大学を掛け持ちしてたっていう、うんうん、バケモンですね。で20代になるとですね、ノイマンはたくさんのですね、重要な論文を書きます、はい、現代ではです、ね
ですね、うん、ノイマンがこの数学の世界において重要な功績を残していないのは位相幾何学と整数論だけだと。これ以外はそう全部残してないって。バケモンすぎんだ。俺数学ってどれぐらい分野あるんだろうと思って調べたら、うん、16個あったのね。そのうちの14個で重要な功績を残しているらしい。何者なんだこいつは。逆に2つ何があったんだっていう興味なかった、ね、そうかもしれないね、うん。1930年、27歳の時にアメリカのプリンストンに招かれます、はい、プリンストン高等研究所っていうところの書院に選ばれたんですよ、うん、でその時のメンバーの一人がノイマンと同じユダヤ人のアルベルト・アインシュタインでした。はあ、なるほど。ここで出会う。この時代っていうのはユダヤ人が迫害されていた時代なんだけども、うん、プリンストン大学はユダヤ人の研究者を快く受け入れてたんだよね。へー、だからそこで出会うんだよね。なるほどな。1943年、ノイマンはですね、ロバート・オッペンハイマーに誘われてマンハッタン計画というものに参加することになります。ああ、もうこの人が何をしたかはもう明確に分かりました。分かりました。ああ、なるほど、まあ、ね、日本人からしたらもうそうですね、特に聞き覚えのある名前かもしれない。マンハッタン計画の目的はですね、うん、原子爆弾の製造なんですね、はい、ノイマンはこの原爆の設計を行ってました。はいはい。だから彼がいなかったら作れなかった兵器。オッペンハイマーは、うん、じゃあ原子爆弾を作ろう。そうだね、指揮を行ってた。まあ彼も計算をしてたんだけど、ね、ああ、はいはい、うん、一人でやってるわけないんで、共同では。結構その重要な担ってたのかこのノイマン。そう。頭脳はノイマン、リーダーはオッペンハイマーって感じで、ね。なるほどなるほど、うん。ノイマンはとある発見をしたのよ。うん、それが爆風っていうのは地上でボッカーンってやるよりも上空で爆発させた方が効果が高まると発見したのよ。はあ、これがまあ彼の最悪の発見ではあったかもしれない。なるほど、ね、うん、でですね、うん、ノイマンはアメリカ空軍に原爆を落とす位置を助言できる立場にありました、はいはい、で彼はですね、原子爆弾は歴史的価値の高い京都に落とすべきだと主張していました。なるほど。まあ、それはね、知っての通り否定されたんですけども、はい、まあ、彼はなぜこれを言ったのかっていうと日本の戦意を喪失させるためだと、うん、で逆にここには落としちゃいけないっていうふうに主張した場所もあったよ。はそれが皇居です。ほう、皇居も落とす対象ではあったんだけど、うん、ノイマンはそれは強く反対してました。へ、これなんでかっていうと、そこまで考えてたんだと思うんだけど、うん、結果的に皇居に原爆を落とされなかったことによって日本は指揮命令のこの系統を保つことができた、うん、だから命令系統を失わずに無条件降伏っていう選択をすぐに取ることができたんですよね。はいはいはい。まあ、おそらくノイマンはここまで考えていただろうと。あ、多分もうこの原子爆弾ってものを落としたら、うん、完全にもう降伏するだろうって分かってたから。そう、リーダーがいるとこには落とさないことによってすぐの降伏をさせたってことになるね。なるほどね。まあ、そういう意味においては日本を救ったとも言えるかもしれない。なるほどね、うん、非常にセンシティブですけど、はい、マンハッタン計画に参加した科学者の中にはですね、うん、原子爆弾を作ってしまったっていうことに対して後悔する科学者がいっぱいいたんですよ、うん、オッペンハイマーもその一人、うん、なんてものを私たちは作ってしまったんだと、うん、後悔しまして、その後オッペンハイマーは原子爆弾をこれ以上作るのに反対するっていう署名を書いたりしたんだけど、はい、まあ、それによってアメリカから追放されたりしてるんだけど、まあそうですね、うん、アインシュタインもですね、原子爆弾は反対するっていう署名を書いたりしてます、うん、ただですね、ノイマンはそうじゃなかったです。彼は原子爆弾よりも効果の高い水素爆弾の開発を進めていきました、はいはい、そこでノイマンは水素爆弾を作るためには高度な計算機械が必要だと、うん、ってことでプログラムができるコンピューターエニアックの開発に携わりました、はあはあ、まあ、目的は確かに水素爆弾の製造だったんだけど、うん、このエニアックが今みんなが YouTube を見てるスマートフォンやパソコンの原型です。なるほどね、うん、皮肉にも皮肉にもね。だから戦争とエロがこの技術を革新させるみたいなのはまさにこういうことなんですよね。まあそうですね。なんか電子レンジもそうだって言いますもんね。まあそう、もともとはね、人を溶かす兵器を作ろうとしたら、まあ、それは無理だったけど、うん、なんか温めれるようになったわ。そういうことだね。うん、まあありがたいっちゃありがたいですけどね。今こうやって見れてるのも、こう撮影してるのもスマホ、確かに、うん、どっちもあるですけどね、はい、ノイマンが確立したコンピューターの方式っていうのは、うん、現在でもほとんど変わってないのよ。あ、だから本当にみんなが使ってる生活の一部になってるのが、まあ、彼の頭脳だったと。ああ、本当にだから悪魔と言われてるような人ですね。このエニアックを開発した時彼はこう言いました。俺の次に計算が早いやつができたと。かっけえな。
バケモン。どう考えても、こいつの方が早いだろうと思いますけどね。うん。当時はなのかな。そうだね。うん。8桁かける8桁がね、暗算できたんで、彼は。すごっ。そういう意味でも確かに、当時はまだコンピューターがやっとノイマンに追いついたっていうことだったのかもしれないね。うん。僕、ルート、ダイナマイト。ってことでしょう。アインシュタインが認めた天才、ジョン・フォン・ノイマンでした。まあでも原爆を作った人とかだからこうあれですけれど、はいはい、もしね自分がノイマンで作れる頭脳を持ってたら、うん、作りたいと思ってしまうのが人間なんじゃないかなとも思うよね。まあ本当にそう思ってたかもしれないね。だってさ、原爆作った後にもっとやばい水素爆弾作ろうぜって言っちゃってるわけだから、うん、そうだからやっぱオーバースペックな脳みそというか。そうだね、まあ、もちろんいいものも起こしたけど、うん、悪い方にもねできてしまうってことですよね。人のふりをした悪魔っていうに呼ばれてるじゃん、うん、今確かにノイマンが作ってくれたおかげでスマホとかパソコンがあるわけだけど、うん、彼は別にこんな風に世界をより良くしようなんてのは一切思ってなかったわけで。そうだよね、うん、目的はあくまでも爆弾の製造だったわけだから、その過程がねたまたまこういったものにつながった。そうそう、なんだろう、受け取り方が良くしてるっていうだけであって、うん、確かに、うん、人のふりした悪魔なんだ本当に。まあ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 、うん、結果的にね我々が受けてる恩恵も確かにあるわけですからね。そうだね、優秀さと人格っていうのはまた別ですね、うん、本当に間違いなく違うベクトルで考えなきゃいけないってことなんだよ。だから今後もね優秀な人は出てくるだろうけど、そう、どうか人格者であってほしいと間違いない願うばかりです。道徳を持った人じゃないと違う方向に進んじゃうのかもしれない、うん、はい、まあ、ということで今回も見解はないですよね。そうだね、別に謎ではないですから、うん、まあでも一つね私から皆さんにこう人格的な話をしたいと思うんですけれど、はいはい、スーパーサンクスを投げない人はこう人格に難ありとみなしています。間違いないですね、うん、はい、これはあまりにも広いです。スーパーサンクスを投げない人のことを、まあ、現代では人のふりをした悪魔と呼びます。あ、そうなんですね、はい、初めて知りました。皆さんも悪魔にならないように注意してください、はい、以上極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。俺らが悪魔なのかもしれない。極太の牧俊です。この今回はですね、はい、マジ医学なんですけども、はい、うん、肛門から精液や尿が出て尿道から大便が漏れ出してくるという珍しい症例が報告されました。まあ、医学ですもんね。マジの医学なんですか。いや、はい、まあ確かに大変奇妙ですね。いや本当に珍しいんだって、はい、33歳の男性がですね、はい、射精すると肛門から精子が漏れ出しちゃうっていう症例ですもんね。真面目な意見、はいはいはい、違法薬物の使用歴があった男性なんですけども、はいはい、過去2年間にわたって直腸からかなりの量の尿や精液が漏れ出すという症状に悩まされていたという。へー、怖いね。で CT 検査をしたら、うん、直腸と尿道がつなぐ穴が形成されちゃったって。へえ、その多分薬物かなんかでなのかな。意味はね、そうなのかな、はい、それが直接の原因か分かんないけど、うん、ちょっとその画像をいつも通り極太の公式 X の公開しますので、公式と公式で僕の X 全部フォローしてください。はい、ではお見せします。どうぞ。これがその穴。はあ、つながっちゃってんだ。つながっちゃったんだって。これ10万人に 0.5 人の割合で発生するらしいです。あ、でもあるんだね。じゃあ20万人に1人でいいじゃんって思ったんだけど、まあ確かに日本に6000万人いるとして、うん、300人ぐらいはこれになってんのか。まあまあいるね。そう思うとまあまあいるな。うん、可能性がある。うん、うーん、原因になったのは分かんないけど、うん、本当に薬物なのかもしれない。あ、まあ、普通に生きててねあんまなさそうだもんね。まあ確かにね。 あとさ、はい、もういいよ肛門関連の話。これ見つけたのこいつなんですよ。聞きました。ずるいっすよね、こういう男ですよ。探してくれって指示をしたんだよ言ってない、言ってないです。じゃないと撮影終われないみたいな雰囲気出してます。綺麗なこいつですよ。そんなことないです。いや、だってこうやって今こうもねえな、こうもねえなってやってたじゃん。全くそんなことない。彼も積極的でした。いや、じゃあ俺はもうやめようよ。じゃあもうそんなこと言うならもう肛門やめましょう。俺はずっとやめようって言ってる。
そう出るんだ。じゃあ終わりですよ。もう肛門終了。完結編。今日で終わりだね。じゃあ、うん、完結です。結びです。これが。嬉しい。はい。これにて肛門ニュースは終了いたします。長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。やっと次回からおまけ都市伝説のコーナーが始まります。嬉しい、本当に。はい、まあ、我々もよう頑張りました。本当にお疲れ様でした。はい、寂しいよっていうね、一定数のね、狂った人、まあちょっとこの言葉が正しいかどうか分かんないですけど、気違いがねいますけれど、正しくないと思います。本当に色々変わっていくものですから、はい、ちょっとここでね、訪問を終了とさせていただきます。やっと終われるんだね、もう。はい、終わりです。分かった。また新たなおまけ都市伝説コーナーでお会いいたしましょう。はい、さよなら。さよなら。